どうも、天尾です。こんばんは。豚バラ丼をします。豚バラ。はい。そして、すき焼きのタレ。これ使えば、簡単に美味しく出来上がります。玉ねぎですね。はい。それと、ピリッと、ブラックペッパー。卵と、刻みネギと、土生姜。以上でやってみたいと思います。卵、これ卵じゃない、失礼しました。玉ねぎです。小さいですからね。ご飯はいつもの冷凍ご飯です。これ解凍しますね。これはこのまま使えるタイプですね。薄めなくてもいいようですが、どうでしょうね。薄めない。こうそうですよ、ちょっと。結構薄めましたね。こりゃ玉ねぎ丼ぶりですね。でもこれだんだんしなっとなってきますからね、分量は減っていきます。これ玉ねぎは体にいいですからね。はい、豚バラ入れます。これ牛肉入れたらもちろん牛丼ですからね、臨機応変にできます。出来上がりですね。
と刻みネギを入れますね。また入れちゃいますね。ブラックペッパーとかけます。よいしょ。はい、出来上がりですね。豚バラ丼ぶりです。ではちょっといつものように失礼していただきます。うまいですよ、もちろん。